京倉吉農業高校。朝から多くの人たちが待ちわびていたのは、1年生から3年生の生徒が自分たちで育てた生産物を売る農耕市場です。このイベントは実習で育てた作物を自ら販売することで、地域への情報発信とともに企画力などを養うことを目的に毎年行われています。売り場には手頃な値段の小玉スイカやトマトなどの野菜や、1株60円、十分な日照時間のおかげで去年より大きく育ったというひまわりなど、12種類の季節の花が並びます。さらに行列の先では、生徒が生地から練ったパンが人気を呼んでいました。今日は県内外から人が訪れ、生徒から商品の説明を受けながら気に入ったものを次々と買い求めていました。何回も来ますけどね、美味しいです。ここの若い人がこんなに活躍してるのも嬉しいです。にぎやかで生徒さんも一生懸命されてるのが伝わってくるし、すごいなと思います。寒暖差とかあって、とてもその管理とか難しい中売り出せるのは、嬉しいです。なんか嬉しい。お客さんに喜んでもらえるようなものを作って売ったりするのが楽しみです。倉吉農業高校では今年の11月にもさらに数を増やし、秋の野菜や花などを販売する予定だということです。